こんにちは、レトスの小野です。今回は、メールマガの読者さんからまた新しい質問がありました。これはもしかしたらあなたも同じような悩みを持っているかもしれません。それは何かっていうと、計画は立てました。で、1日2日はできました。でも3日坊主、続けることができません。どうしたらいいでしょうか？っていうようなご質問なんですね。これはもしかしたらあなたもこの悩み持ってるかもしれませんので、ぜひですね、この対応策、聞いて、次のステップとして実際に行動に移してみてください。続けるためにはどうしなきゃいけないのか。計画立ててくださいって、いつも言ってますよね。で、計画ってすごく重要だっていうのは、計画を立てて実行して、で、それを続けるための第一前提なんですよね。で、おそらく計画表、実際ですね、弊社が、個別指導で使っている計画表はこんな計画表です。日にちがあって、今日やるべきページ、何ページから何ページ、ここをやってくださいね。で、テキストのページはここですよ。で、分野で言うと、例えばこうやって請負ですよ、みたいな。ちょっとね、細かくで見えないかもしれないんですけども、まあ、そんな内容です。いつ、何をやるの？いつ何をやるのっていうのがここに書いてあるわけですね。で、続けるために決めておかなきゃいけないことは3つなんですね。この3つに絞ってください。時間と場所と内容。いつ、どこで何をやるのかっていうのを決めなきゃ人はやらないです。で、これを習慣化するともうすごく強いです。例えば、朝歯を磨く。これおそらくもうルーティーンになってますよね。習慣化してますよね。朝起きました。ご飯食べてから磨く人もいれば、まあご飯食べる前に磨く人もいると思います。でもそれって決まってますよね。だいたい7時に起きて、まあご飯食べて、7時半にだいたい歯磨きをするって。で、これってそれほど苦じゃなくないですか？まあ普通の流れでやるじゃないですか。で、これはなぜかって言ったら、時間と場所とやることがもう決まってるからなんですよ。で、それが、人の習慣の中にもう落とし込まれている。だから、苦痛じゃないんですよね。だから、時間と場所と内容をちゃんと決めて、それが習慣化できれば、もう苦じゃないんですよ。で、実際やっぱり私も勉強していた時っていうのは、これ決まってました。実際に。私は仕事が終わった後すぐになんですけども、マクドナルドに行って、まあ今日その時にやるべきことっていうのはもう事前にこのようにね、まあここまで私が独学でやった時は細かくはないけれども、まあまあそこそこ今日何ページから何問やるっていうのはもう毎日決まってたんで、もうわかるんで。だから内容も決まっていたわけです。だから、それをもう、そうですね、もう、まあ一瞬、もう意外と早い段階から、もう決めてからは意外と続けることができました。ただそれを決めたからなんですよ。仕事が終わった後は絶対に行くんです。もう相当疲れていない限り。で、疲れていた時は一回家に帰って寝るんですね。30分ぐらい。でも、寝たらまたそこに行くんですよ。30分とか1時間かけて。でも、行かなかったらやらないから、やらずに家にいて3時間過ごすよりも、1時間かけて行って、30分でも勉強した方のが、結局はやれるわけですよね。だから私はそうしてました。だから、これを決めるっていうのはすごく重要なんですね。で、計画表を立てると、大体ここが決まってきます。何日、何月何日にここをやりますって、これ決まるじゃないですか。ただですよ。何時何分まで決まってないんですよ。だから、それは決めなきゃいけない。私が先ほど言ったように、私の場合は何時何分っていうか、仕事が終わったとすぐなんで。でも、大体決まりますよね。まあ、その日によって誤差あるけれども。決まってるわけです。例えば朝勉強する方であれば朝5時に起きて、じゃあ5時10分、まあ10分、そうだな、5時に起きて、顔を洗って服だけちょっとパパッと着替えて、で5時10分から自分の机で勉強するとか、リビングの机でテーブルで勉強するとかっていう風にやればこれ決まるわけですよ。そしたら決めたらそれをちゃんとやる。で、やり方はアラーム設定。初めはアラーム設定がいいかなと思います。私もアラーム設定しました。決めておいても実際、もう忘れちゃうんですね。次の日になったら。だから、決めるって、決めたのであれば、もうその日のうちにスマホでアラーム設定。明日の、4時、まあ5時か。5時に起きて、だから5時10分からみたいな感じで、アラーム設定するわけですよ。っていう風にしてやる。
で、苦痛じゃなければ、まあそうだな、とりあえず3日は続けてみてください。3日。で、あ、これいけそうだなと思ったら、その時間帯にやるっていうのがいいですね。場所もそう。これはいくつか試してみないと、集中できる時間って人によって違うので、いくつか試した方がいいです。私は朝勉強するっていうのも試したけれども、もう耐え、なんていうかな、体がそっちについていかないんで、それなら夜勉強した方がいいんですよ、私は。だから、朝はやれなかったです。でも、試しはしました。朝起きて、試すうちにやってみました。でも、できなかったから、じゃあ夜にしようか。もし夜できないならば、また違う時間にやろうか。仕事が終わった後とか。今言ったようにね。っていうふうにぜひやってください。これは、もう弊社の個別指導、もちろんね、受講していただければ、個別でね、あなたの、ライフサイクルとか、まあ、初めに聞くんですけども、まあ、相談聞いた後に、じゃあこういうのどうですかというふうにこう、一緒にこうやり取りはするんですけども、結局のところ言ったら、個別指導でやろうが、独学だろうが、やらなければ合格できないって話なんですよ。だからやってください。どちらでもいいです。もう手段は何でもいいです。弊社は個別指導受講しようが、独学であろうが、予備校帰っても、何でもいいです。まあ、予備校は、今言ったようなことまでサポートはしてくれないんで、まあ、結局は独学と変わらないけれども、まあ、なんせ、やらなければ進まないんで、続けることできない。だから、この3つ、今すぐ、この動画終わって、今すぐね、ぜひやってみてください。では、これ、まあ、これはまあ一つのね、ことですけども、まあ、その他課題がどんどん出てきます。で、それに対して自分で解決策を考えて、行動にできない、解決策が分かんないとかね、続けることができないっていうのであれば、まあ、ぜひですね、個別指導、ご検討いただければと思います。もちろんサポートさせていただきますんで、できるまでちょっと厳しいかもしれないけれども、指導させていただきます。ぜひですね、頑張って今年合格しましょう。レッドスノーでした。失礼します。